はい、じゃあ続けてやっていきます。プラットフォームですね。よろしくお願いします。前回ね、うっかり無駄なね、間違った買い物をしてしまって、2000センチですか、2000か4センチですね、消耗してしまって、もうマジでちょっとストレスがマッハなんですけれども、1個ね、考えてたのが、ここっていうか、銃をね、強化しようかなと思います。もう仕込み杖にもハンマーにも、この結石、必要なね、素材が違っているので、今、余ってる結石がね、あって、まあ、持ってても意味ないかなと思うんで。で、ちょうどね、血の石も、中途半端な量しかないんで、獣狩りの散弾銃をちょっと強化してあげようかなと思います。パーツも、組み込めると思うので、あ、まだいける？やっちゃいましょうか。まあ、悪くないんじゃないかな。なんか何も考えずにやったけど。で、これは、あ、円しかつけらんないのか。これなんだっけ、これ。もともと。血の攻撃力を高める。ということは、これをつけるだけで、さらにまた散弾銃の効果が上がったっていうことでいいのかな？これでちょっとね、やっぱ試し打ちをしてみたいんですよね。で、試し打つ場所は、やっぱこの大橋ですよね。犬をね、犬、大型犬をね、ちょっとやっつけに行きたいんで。はい、じゃあ、ここですね、嫌な虫がい。こんなとこだったっけ？まあ、いいか。じゃあ、行きましょうか。ああ、ここでいいんですよね。ごめん、ちょっと音量がうるさいんで、1段階、ボリュームを下げていきましょうか。で、まずはカラスと、この大男ですよね。カラスと大男をやっつける。だけど、カラスじゃない、大男は迫ってこないので、先にこっちのカラスを破壊することにしましょう。で、まず大男に、よいしょ。あ、入らなかった。カウンターがちょっと入れられなかった。別にいつでもいいんじゃないのかな。なんかいつでもいいような感じだったんですけどね、印象的に攻撃の。どう？80位に入ったかな。まあまあいいんじゃないかな。もっとどんどん強化できればしていきたいですね。あればあるだけいいと思うので。さあ、おっと、忘れていた。ああ、強くなったな。一撃でね、敵をほふれるっていうのは非常にありがたいですよ。さあ、来るかな。まあ、最悪、火炎瓶あるんで、どうにでもなるんですけど。ああ、ここのやつらは強いですね。困った。ちょっと投げちゃおう。まずい。死んだわ。そっか、ここのやつちょっとレベル高めですね。ちょっとね、舐めてかかって、痛い目を見て、おっと、また忘れてた。君のことをまた忘れていた。痛い目を見てしまいましたね。火炎瓶ね、結構余ってるんで、もう普通に投げつけちゃいますね。買って結局、使わずじまいだともったいないんで、よいしょ。まあ、使えるときにね、使っちゃって、やめてくれ。もう私死んじゃった。まあでも、これでね、よく分かりましてね、2体、ちょっと同時に戦おうとすると、相当危ないってことですよね。さて、こいつをどうするかですね、燃やしてみましょうか。あんまりな、こう燃えないんですよね、また死んだし。さあ、困っちゃいましたね、これでもう、なくなっちゃったんですよね。でも1対1だったらこれでやれるかな。これでまずこうやって銃を撃って、よし。スタミナがないと、もしかして銃も撃てないのかな。どうなんだろう。なんか最後にちょっと撃った銃がね、あんまり効果がないように思えたんです。ああ、やっぱ2撃目、3撃目って、
来るとね、ちょっと困るんですよね。ああ、でもあれか。一応パリーは効くみたいなので、そこを狙っていってもいいのか。ただ、どこがパリーのポイントなのかがいまいちよくわかりませんでしたけど。ここに関してはでもそんなにやることはないのかな。何か新たなアイテムがあるかなと思ってちょっと来てみたんですけど、特別何かいいものはなかったね。まあ、輸血液が3、まあ、合計6つ取れるので取ろうと思えばっていう感じ。まあ、取ろうと思えばってとこですかね。この辺でちょっとめちゃって回収はできそうですね。この白い岩薬もね、カラスが稀に落としてくれるので、そこを拾って、ね、お金にしてもいいし、今までさ、やってこなかったんだけど、ここって開かないんですか？ここ。開かないの？ここは？あ、ここも開かないんだっけ？あ、なんか見た気がするな。ここからね、どっか行くんじゃねえのかよって思ってたんですけど、そうじゃないんだね。ほい、じゃあいつものごとくここにね、旧市街に戻ってきてますので、さっさとネクストステージというかネクストポイントに行ってみましょうか。こっちでよかったんだよね。ダメージはさすがにこの段階でダメージはないか。でこっちに降りていくとこうで、よし。で、ここから行けるわけですね。で、上には何もなかったので、下にどんどん降りていきましょう。で、おまけにこいつをちょっと切り裂いていく。あーいだ。カウンターが入ったのか入ってないのかわかんないけど、こいつも惨劇でやれましたね。あれかな？もしかして、技量を上げたから、かな？ 1、2、3。あ、いいですね。惨劇でやれるとかなり余裕は出てくるかもしれないですね。ただその代わりこれ犬がいる、どっかにいるんじゃないの？犬はいないのか。こんな男の人いたっけ？犬どっかいる？いるね。一匹だけか。後ろから来る可能性もあるからな。これ後ろからさ、できるってことはこういうことも間に合わないか。うう、弾が。よし。ノコギリ特性ではなくても、あ、またかけら。ノコギリ特性ではないけど、結構、これだけでも、ガツガツ、出の早い攻撃で、やれるみたいなので、まあ、こっちでもいいかもしんないですね。場合によっては。となると、本当リーチのある、敵向けの攻撃になるのかな。オタク訪問がなかなかできないですね。いや、怖いね。はい、またか。どこにいる？そこにいるのかな？うん、いるみたいだな。どうなってる？これ見えねえ。よし。2体いる？いや。1体だけだ。よし。わあ、裏から回ってくるとは思わなかった。見えねえ。よしよし、逃がさねえ。 OK。 まあこういうのもね、得てしてありえるので気をつけないといけませんよね。なんかあんまり俺にも気をつける気がないような言い方ですけど、もうでもどっから来るかがわかんないもんな。扉ね、ぶち壊して、さっきも来ましたので、なかなかちょっと警戒しても、対応しきれない場面があるね。言ったら扉壊してくるかもしれない。こういうね、柵っていうの、壁乗り越えてくるかもしれない。なんて言い出したらね、こう降りてくるかもしれないからね。お、水銀弾。
珍しいですね。使わせてくるのかな、水銀弾。しばらくはショットガン一辺倒でいいのかな。人間に対してですね、あとは。人間に対してどれだけ弾丸が効果をなすのか。弾丸じゃねえ、火炎放射は。そこがかなり、個人的に大事なポイントになってきそう。ここ降りられるけど、どこ繋がるのかわかん。あ、そこ、ひっついてるところか。ここ影とかね、いそうだよね。こっちは？こっちは降りていく方。なんかあからさまにちょっと、正規ルートっぽいかな。ボスの一つや二つ、出てきそう。これは？目覚めをやり直す。これいらないやつですね。後で、撃っときましょう。敵いる？いてもな、全然気づけねえからな。ここまで来ると最近なんか落とし穴とかも、ありそう。なんだここ。なんの意味があるんだろう。これデッドスペース。なんの意味もないスペースなのか、それとも、人間がそのうち配置されたりするのかな。これ弾丸の必要性が、わからんのでな。なんだ？人か？え、違う。お買い物できる？もしかして。ケツ、フルカリウド、血族狩り、アルフレートを呼ぶ。あー、ここで啓蒙があると仲間として呼び出せる感じなのか。ということはボス戦ですね。あそこを通ると。ちょっともうちょっと探索してみようか、じゃあ。血なんかある？ギリギリ行く前に敵が出てきてぶっ殺される可能性もあるからな。まあ、せっかくなんで、一回呼び出してみましょうか。ちょっとアイテム、そこアイテムあるよね。雫、おお、びっくりした。気づかなかった。おお、焼けた。どこにいたんだ？気をつけないとダメだな。足音とかはちょっとかなり気をつけてないといけないかな。一応ちょっと探索だけしとくか。そこもいるね。うん、すごい。立ち上がり中の時はあのダメージが乗らないので、ちゃんとお互いがね、戦闘できる体制にならないとダメですよってことなのかな。正々堂々感いらなくねって思うんだけど、どうかな。ここでさ、切っても、ね、効果的なダメージは得られない気がする。そんなことないか。同じかな。まあどうでもいいですね。他にはもういないかな。うん、またか。よし、じゃあ一回呼んでみようか。どんなボス戦になるかもわかんないわ。ボス戦かどうかもね、わかんないけど。万が一俺を襲ってくることはないでしょう。物は試しだ。ああ、やっぱ啓蒙ですね。使って、チリンチリンして、鳴らしています。はい。来てくれんのかな？同じ棒持っとるやんけ。やめろ、かぶるやないか。それと何持ってる？なんかスナイパーライフルみたいなの持ってるね。会話はできないのか。何も言うことはないってこと？言葉は不要か。じゃあ行きますか。走る？走ってくれる？もし啓蒙がね、本当にこれだけのためのものだったら別に売っちゃってもいいかな。H 的なものを。これ。あ、知恵か。強靭の知恵。そんなに必要としていないんだけど、今のところ。ああ、なんか、いるな。三つ頭みたいなのもやつがいますね。お兄さん、ちょっと。押せないんだけど。まさかここ、ついてこないわけじゃないだろ？頼むぜ。
それはさすがに。おちょっと待って、あいつ来なくね、大丈夫。まあこの啓蒙がさ、本当にこれだけだったらいいんだけどさ、こうなんか使わせといて何にもやりませんよ。じゃあさすがに引くぜ。どう、まだ来ない。血に乾いた獣。あ、来た来た来た、よかった。どんな攻撃なんだろう。まあ、どうせいきなり突っ込んでくると思うけど、お前が突っ込んでいくんじゃないよ。しょうがねえな、やっちまうか。俺も早い、足が相当速そうだ。あ、ちなみに、あ、やっぱこれできないですね。あのガスコイン神父みたいに動けんのかなって思ったんですけど、そういうことはできないみたいですね。ロック危ないな、これ。やっぱり思ったところには動いてくれなそうなので、本当必要なところ行けるときじゃないと。どう、ダメージこれ入ってる ?58 でしょ。でこっちはそのフードちょっと邪魔じゃないですか。壁をちょっとやっぱ背にし、背じゃねえな、壁を利用しながら141。ハンマーはどう、ちょっと被っちゃうけど、これ135。ああ、もしでもひるむんだったらそっちでもこっちでもいいんだよな。よいしょ、61 83。よしよしよし、ダメージはそれなりにどっちでも良さそうだな。あ、118。うん、どっちでもいいかな、ひるめば。あと動きが止められればそれでもいいんだけど。ああ6か。よし、あとはアルフレッドさんは、まあ、息はあるか、意識はあるな。なんかハンマーの方がひるみの段階でね、良さそうな。止まるのかこれ、拳銃で。なんかそんな感じしないんだけど、やっぱ壁を行くか、それともこいつにはハンマーの方がいいのか。もう一回アルフレードさんの、もう息が続かないぞ。危ないな。よいしょ、死亡しました。仕方あるまい、死んだものはしょうがない。102。通常にあの切った方が、切ったでね、ハンマーの方が結局なんか強い気がするな。そうあってほしくないからやってんだけど。まあただリーチを求めるんだったらやっぱこっちの方が良さそうだよな。壁背にして、壁を背にですね、壁をね縦にしながら当たるしね、結構思った通り。その技結構嫌だよね。どの敵にもさ言えることなんだけどさ、横サイドステップは全然ね、あの効果的に使えてないんだよな俺が。なんか他にあるのかな。あとはまあ拳銃だよね。そのあ、ロック外した、ロック外れるとちょっと怖いな。当たらない、そこにいないのか、離れてる。うわー、何、知らない攻撃、むしろ見せられないね。すごい毒が、あ、待って、なんで俺毒食らってんの。何、粉塵効果かな。当たってない。とにかく壁でいきましょう。あー、一回でもちょっと食らっちゃうと
危ないし死にました。ほい、ここまでねとりあえず来てまた霧がね出てますね。どうしましょうかね。ちょっと今後の啓蒙についてはまあまだちょっとわからない、考えるとしてまだ全然ね敵のその動きとかなんか全然見えてこないんで、しばらくはちょっと心霊を覚える時間になるのかなと思います。10回くらい心霊できたらまあ9大点ですかね、自分の中では。で1個ねちょっと忘れてたのが、この充血の丸薬、ちょっとこれ使ってみましょうか。ちょうどねいい、あの敵がその辺に多分転がってるはずなので、ちょっとこいつでこれが何なのかを試しましょう。来てくれるかな。ほい、あ、鋭い、なんとか。なんだこれ、攻撃をすると獣ゲージが上がっていく。ん？獣ゲージが上がるとどうなんのこれ。今342。ああ、変わらんか。なんだ、なんか強くなってる？ステータスが今上がってるのか。獣ゲージが上がってどこにいる？そこか。燃える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 。なんかいい、あんまりだな。いまいち効果をちょっと実感できなかったな。1,2,3,4,5 発ぐらい今切ったのが、もう一人ちょっとサンドバッグがいれば、あ、いないか。みんな切り尽くしちゃったとか、そんなに人数いなかったか。なんだかはよく分かんなかったな。説明を見るになんか強くなりそうかなとね、内なる大陸的なものかと思ったんだけど、 いきなり獣になる、なるのかなってね思ったんだけど、なんかそうでもない感じ。一時の銃声に導く、もしかしたらこの獣状態にならないと入れない場所とか、ダメージを負う場所っていうのがあるのかもしれないですね。で他にもね、この血石のかけら、あのね大きな獣、犬をねやっつけると鋭い結晶石、技術補正を加算する。あ、これもしかしたら仕込み税につけられるかもしれないですね。なんかたくさんつくっていうか、たくさん手に入るので、まあ、売っちゃってもいいのかなと。まあ、三段陣はね強化できるんで、あのゆえ知らぬ大きなソウル的な 血の雫だ、結晶があるので、ちょっとそれでね強化もしていければなと思います。あとはこいつだな、これをちょっとどうやって戦うかは、ちょっと分かってないとですね。なんかありますね、丸薬か。丸薬じゃな、でもここちょっと使えそうか。なんかねまともに戦ってもね勝てる気がしないんだよね。あのどうしてもね攻撃を、あ、攻撃を受けてしまうので、え、気づかれた。サイドステップしてもね受けちゃうんでね、どうなのかなっていう。で最近思ったのが、あの今回こういう 回避行動に、無敵がちゃんとついているのかどうか、ちょロックしろ、ロック、そうロックしてくれないとこの先俺生き残れないんで。あー、ロック外れちゃうな。壁越しになっちゃうと、あー、簡単に外れますねロックが。この動きをやってても多分ね素早い動きで抜かれるというか回り込まれる。敵の方が早いもんね明らかに。ここじゃないのかな、もしくは後ろ。基本的になんかあんまりねこのゲーム後ろに引いてもいいことがないんだよな。
なので、やっぱこの前のね、獣みたいに、聖職者の獣みたいに前にどんどん逃げていく方がいいのかな。あのね、お構いなしなんだよね、別に相手が。それがね、ちょっとなんかひるんでないんだよな、全く。まあ別にね、いつもね、いつもいつでもひるめとは言いませんよ、こっちも。でもなんかちょっとひるんでもらわないとさ、こっちもきついわけですよね。一応ダメージは通ってるか。1回のダメージが100でしょ。で100でどんだけひるむんだこれ。あー、何十回、50回くらい叩き込めばいいかい。この作業を50回でいけるかな。結局ね、動きとして見たいのはダメージを半分まで負った後どれくらい強い攻撃をしてくるかなんですよね。なんか2撃3撃さ、お構いなしに殴りかかってきたところとかあったじゃないですか。ああいうのをもっとちょっと分かりたいんですよね。まあ横スティックでもいい。この攻撃が右からなんですよね。ごめん、左から切る攻撃なんで、万が一ね、弾かれてもいいよね。あと、これか。あ、入るね。よし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 。これでもいいや。この突き攻撃も、抜けるらしいので、強攻撃をちょっと、これで、試してて当たるね。よしよしよし。これだな。あとは、そのダッシュ攻撃をうまく、柱にね、立てられるように。ああ、これね、たまにね、おかしくなるんだよね、これ。あ、一応ね、最後までロックしてくれるな。こういうところは強いかもしれない。で、なんかいきなりね、毒になるんですよね、こっちが。これ、そう、その攻撃、その攻撃。その攻撃をね、しだすと、嫌なんですよね。嫌なんですよね。あれ、そうでしょ？そうなるんだよね。で、毒になるでしょ。で、地鉱毒なのに毒のなんか進行がすげえ早くて困るんですよね。全然なんつう、回避しきれない、全然回避しきれないっていう。昼間のし、で、あと俺もまだね、ちょっと分かってないのが、打って薬回避した後に、まあ、攻撃してくれるはずなんですけど、思った攻撃をしてくれない。その突き攻撃をねしてくれないことが多いんですよ。まあ、こうなっちゃったり、ダッシュ攻撃になっちゃったりするんですよね。サイドステップじゃない方がいいし、今これ、捕まれてるな。はいはいはい、なるほど。ほい、3戦目ですね。とりあえず、ショットガンの強化を行ってます。まあ、だから何なのっていう感じですね。使わないと思うんで。パリ取れんのかな？そこもわからないですね。で、もう一個これね、シルクハット。じゃなくてトップハットですね。こっちに変えてます。毒属性の耐性が、こっちの方が高いのでですね。ただし、防御が落ちてますので、どうなんですかね。ダメージカット率、敵の攻撃がなんだかよくわかんないですよね。普通になんか物理攻撃にね、押されているんで、それを考えると、あまり意味がない気がするんだけど、もしパリーが取れても取れなくても、まずは、これだよね。で、なんでこのゲームに、
このリゲインっていうシステムがあるのかっていうのを考えると、やっぱり攻撃を食らうこと前提なのかな。うわー抜けてきた、壁抜けてきちゃった。やっぱ食らうこと前提の攻撃があるんじゃないかと思うんですよね。普通にやると、で それをね、免れるにはきちんとパリを拳銃でね、パリをしないといけない場面っていうのが、まあ、多分出てくんじゃん。そこ抜けられちゃうと俺もうお手上げなんだよな。まあ出てくんじゃないかと思ってますので、まあ、ただパリできそうなタイミングがなかなかちょっと俺も取れないので、あ、ちょっと抜けてきちゃってるな。なんかこいつ やばいな、やばいかな。あのね、打たない時があるんだよね、これ。あとはもっと無敵の、ね、タイミングを把握するとか、ね、パリじゃねえ、回避の。あんまり近づきすぎると敵が多分攻撃抜けるな。中央から飛ばせるとちょっと危ないですね。せいぜいこういう風にしないと、うん、そうだね。あ、危ない危ない。万が一壁にはまったりすると面白いんだけど、うん、結構ね、追ってこれるんだよね、やっぱり。なんとなくこのゲームあんまり、また打てなかった。このゲームはなんかサイドステップがね、地雷な気がするんだよな、基本的に。明らかになんか爆捨ての方がね、性能が高い。で、連続攻撃をもし回避するんだったら多分ね、爆捨て連打の方がいいね。多分ね、サイドステップ入れてるとね、間に合わない。完璧に壁に貼り付ければ、壁は多分抜いては来れないみたいですね。ただそれを俺にやれるかって言ったら自信はない。パリーは連続攻撃の時に試す。右手での攻撃だからどうかな。そういうのが関係するのかどうか、その移動のなんつう性質上、右からやった方がいいのか、ね、右に避けた方がいいのか、左に避けた方がいいのかとかもありそう。これはそうだね、逆にっていうか、その攻撃の手の方に避けた方がいいのかな。でここから連続攻撃になるので、パリーをするか、もしくはサイドステップでいくか。どうだった、今銃撃ったかな、当たったかどうかも分かんないし、それじゃひるんだかどうかも分かんないよね。